はいどうも、チャクレイです。プロスペースやっていきましょう。というわけで、今回はこちらでございます。はい、というわけで、今回は2月ほぼ丸々、1ヶ月間ね、ために貯め続けた契約書を70連一気にやっていきたいと思います。70連契約書をね、一気に回すっていう動画も他になかなかないかなというふうに思うんですが、ちょっと B ランク契約書等々混じってはいますが、A ランク契約書、A ランク実務契約書、あと S ランク確率系契約書ですね、等々もありますので、まあ、ぜひね、こんだけ引けば S ランク何枚か出るでしょうというところで、ちょっと今回はね、この契約書ガチャをやっていきたいと思います。ただちょっと枠がですね、パンパンな状態が続いているので、ちょっと何回も、切ったりというか、特訓やったりっていう感じになってしまうと思うんですが、ちょっとご了承いただければというふうに思います。はい、じゃあまず10連ずつ引いていきましょう。じゃあゴールじゃない、B ランク契約書からいきます。はい。B ランク契約書は多分20枚弱ぐらいかな。なので、まあ、実質他50連ぐらいの感じなんですけれども、さあさあさあ、まあこの辺はサクサクっといきましょう。前回の OB とかも混じってますね。はい、パットンは S をぜひください。まあ今現状ですね、ちょっと特訓の S も本当に困ってはいるので、まあ、B ランクでも本当に1枚1枚非常に大事になってくるところであるので、まあぜひ本当に、うん、まあ、本当に B ランク契約書でも非常にありがたいところです。そしてまあ B ランク契約書が大量に回収できるイベント、まあ、フェスタとかドリームキャラバンとかあたりが来てくれると非常に助かるなと個人的には思ってます。はい、 OK。 まあ結構それこそ僕くらいガチャ引いててもこうなってるので、まあ、ベストナイタイトルホルダーで補強した方からしたら本当に今餌がなくて困ってますって方もたくさんいるんじゃないでしょうかと。まあ、個人的にもですね、ちょっと DNA の選手、純正の DNA の選手のね、特訓もやっていかないといけないので、本当に今しんどい、餌が本当にしんどいなというところではございます。はい。そうだな、安秋の特訓、あ、これは5で言ってるので OK ですね。浜口選手の特訓とかもやっていかないといけないですね。そうだな。ただちょっと今ボーナスがついてる選手もいるので、そこだけちょっと間違えないようにしないといけない。よいしょ、はい、 OK です。さあまた次行きましょう。ゴールド契約書残り23時間、やばいですね、結構やばい時間だ。これも B ランク契約書はないかな。 B ランク契約書はあ、まあ1枚ありますけど、まあこれはいいや、最後に適当に引きます。はい、じゃあゴールド契約書ここから行きましょう。さあゴールド契約書が多分30枚ちょいあるので、まあぜひ1枚は S 出てほしいな。ゴールド契約書10連いきましょう。さあお願いいたします。まあ、なかなか最近、おお来た、一発目から来た。最近なかなかねガチャ本当渋かったんで、ぜひゴールド契約書で、まあ S ランクそのミキサーをね たくさんやらないといけないと思うので、まあ、本当に誰でもいいです。 S がたくさん出てくれ、 S がたくさん出てくれ。おお、やった、鈴木大選手の絵は嬉しい。これ勝負チャレンジを。さあ4枚目で来た、誰が来るか、ドン。おお、楽天の美馬選手が来ましたね。僕結構初期に美馬選手の S 当たって大喜びしたことがあって、多分これ動画にしてたと思うんで、多分見ていただいた方で覚えてる方もいると思うんですけど、まあ、本当に僕最初投手が全然当たらなくて、もう野手は S オール S になってるのに投手だけ A が何枚か入ったりみたいな時期があって、その中で投手ミキサーというか普通にミキサーをして出たのが確かこの美馬選手だって記憶があります。去年のシリーズ懐かしいな。さあもう1枚来たー、2枚引き。さあ、おお、楽天強化ですね。楽天岡島選手来ましたね。はい、楽天2枚引きありがとうございます。これ楽天純正だったら神引きすぎるな。ありがとうございます。おっしゃ、いきなり幸先いい出だしですね。この流れに乗ってもう一回行きましょう。ゴールド契約書10連。さあこれ期待できますね。今回もう2枚出たんで、まあなかなかそんなポンポンは出ないと思いますが、ただそんなにゴールド契約書も最近引いてた時もそんなに S ランク引いてなかったんで、出てくれてもいいよ。わもうこれは確定オール B 演出でございます。はい、ありがとうございました。さあまたまたやっていきます。よいしょ、これでゴールド契約書30連目ですね。よいしょ、はい、いきましょう。ゴールド契約書は本当にコーダの達人で結構美味しく回収できましたね、今月で言うと。てかまあ多分この動画はもしかしたら3月公開になってるかもしれない。おそらく多分3月公開になってるですが、まあ2月中に貯めたものなんで、ああちょっと引きが
気圧突然悪くなってきましたね。まあでもそれだけ本当に最初の10連がすごすぎた。しょうがない、これはしょうがない。はい、ありがとうございます。さあこれで多分もうゴールド契約書はもうそんなにないかな。ゴールド契約書が 1,2,3,4,5,6 枚。じゃあちょっとここに B ランク契約書も混ぜて引いちゃいましょう。さあラストのゴールド契約書、ゴールド契約書っていうことは36連かな。まあそれで S が2体出たんで全然確率的には、しかも A ランクも1枚出そうですし、はい OK でございます。最高、中島拓也さんでしたね。はいという感じでございました。 OK、 はい、今そんなことでいろいろ特訓をしてたら浜口選手は極まりました。よし、じゃあここから A ランク契約書をまずいきましょう。 A ランク契約書は本当にそうですね、とりあえずまずは DeNA の選手であれば誰でも嬉しいですし、あとは称号チャレンジできる選手であれば本当に嬉しい。ちょっと自チーム契約書と A ランク契約書ランダム分かんなくなるので分けたいと思います。はい、まあ、ここは演出飛ばしていきましょう。はい、武隈選手、称号チャレンジできる選手たくさん来て、両大官選手、谷本選手、金子雄二選手、全然僕が持ってる S ランクの選手が来ない。西川選手、お、岸選手はいいですね。はい、ありがとうございますという感じの6枚でございました。 OK、さあじゃあ残りの契約書7枚ですね、まあ、まずちょっと自チーム契約書を引いていきましょう、まあ、ここは白崎選手、ロペス選手あたりが来てほしい。とりあえず今現状一番欲しいのはロペス、お願いします。はい、伊能選手のでしょう。分かってますよ、 S 回転なのは。浜口投手も今さっき極めたばっかなんでいいでしょう。はい、倉本選手 OK、まあいいです。 DeNA の選手は本当に誰が来ても嬉しいのでありがたいです。OK、さあじゃあ 10%30% をですね引いていきましょう。まあここは大きな勝負でございます。 10%30% この4枚で最低1枚、良ければ2枚、お願いします。いきましょう、運が良ければ2枚、悪くても1枚欲しい。頼む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 。はい、加藤選手、まいでしょう。はい、行きましょう。長押君占いログインボーナス頼む。ログインボーナスで S 出たら本当にありがたい。かあ、まあそんなもんですね。岩崎選手ですね。はい、まあいいでしょう。 OK、 さあ 10% ラスト、 10% 3枚目でそろそろ来てくれてもいいんじゃないかな。おー来たー、 10% 3枚目できたー。さあ今回の S ランク3枚目ドン。おおマジか、うわこれは嬉しいな、これは嬉しい、これめっちゃ嬉しい。うわー嬉しいとこ来たー。ただまあ2600なんで、まあ、ちょっと育成どうしようかなっていうのはあるんですけど、うわこれは普通に嬉しいな、もうちょい早く出会いたかった。まあでも対人戦でも使いたかったんで、まあいいでしょう。はい、このシリーズ2の岸投手はですね、まあ、さっき A ランクが1枚当たったんですが、岸投手の S ランク A ランクで見ていきましょう。岸投手ってか今回本当楽天運やばいな。美馬選手、岸投手、岡島選手3名、岸選手の S ランクがシリーズ1のものが2枚、そして A ランクが1枚で、今当たった A ランク1枚と多分もう1枚あるはずなので、あそうか、これは超1だから無駄してるんだな。なのでまあ超4は絶対確定、だから多分超5できると思います。はい、まあ、よかった、岸選手はよかったです。うん、まあもし作らなくても、まあ、これで岸投手が5枚になるので、まあ OK ですね。はい、よかったと思います。 OK、 じゃあ最後 30% 引きましょう、お願いいたします。 30% で最後に4枚目の S を引きましょう。 YouTube の美を飾りましょう、頼む。さすがにないよな、さすがにこんだけ出たら文句言えないです。おしかもバレンティめっちゃ嬉しい、ありがとうございます。 OK、 まあそんな感じで今回は契約書をね、久々に一気に一挙大放出70連という感じでね、
やっていきましたけれども、まあ S ランク3枚出て3枚とも楽天ってこれすごい確率だと思うんですけど、まあまあまあ大補強ができまして、でまあ岸投手に関しては、まあ、使うかどうか微妙いいというか、まあ、迷ってますが、他の選手に関しては多分ミキサーになるかなと思います。はい、まあ、自チーム S ランクミキサーのためにですね、これで駒が結構揃ってきたので、うん、ちょっとどっかのタイミングで大フォースミキサーまたやりたいと思いますので、ぜひぜひそちらも楽しみにしていただければというふうに思います。はい、まあ、そんな感じで今回はこの辺で終わりだと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひとも皆さんの最近のゴールド契約書もしくはまあパーセンテージ契約書の結果等々をね、ぜひぜひコメントとしていただければというふうに思います。これからのプロスペースの動画楽しみだよ、考えてほしいという方は高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回のプロスペースの動画生放送でお会いいたしましょう。さよなら。